ちらオシレーター、オシレーター、はい、オシレーターですね。こちらが2011年2013年、はい、スリー部門で世界大会3連覇を成し遂げた、はい、ハンク・フリーマン選手のシグネチャーモデルでございます。ハンク・フリーマン、はい、彼のこのシグネチャーモデル 44RPM が出てるんですけど、はい、はい、44RPM としては初めてのバイメタルということで、はい、あのハンク選手からコメントをいただいておりますので、はい、コメントいただいてます。はい、こちらの方をご覧ください。それではどうぞ。Hello Japanese yo-yo community, I'm Hank Freeman and this is my new signature yo-yo, the Oscillator, and it's our first bimetal yo-yo from 44RPM. Very stable yo-yo, good for 3A and very strong, and also good for 5A, 1A, and I hope you guys enjoy the yo-yo. Bye! うまい。ダメージ応用キャンペーンのね、はい、あの写真が2011年のハンク選手の写真なんですよ、はい、その練習の後はもうボロボロにね、はい、見えてるわけですけど、すごいなと。そうなんですよね、はい、この話続きがあって、はい、この翌年にですね2012年、はい、世界大会連覇かけて出場しましたと、はい、その時に彼はヨーヨーをポッケからスッスッって出してパッパッてつけて、さあ行こうか、呼びようなし、すごい、はい、しかも開けたばっかりのヨーヨー、すごい、待て待て、ハンクハンクハンクと、はい、呼びようはどうしたと、え、絡まらないからいらないよ、嘘だろお前って。ハンク選手はミスんない、いい、大丈夫大丈夫って言って、本当に全然ミスなく、はい、絡まることなく優勝しちゃった。そう、すごい、はい、まあ、そんな超技術を持った、はい、でかいチャンピオンの新しいモデルがこちらオシレーターとなっております。はい、はい、44RPM って、はい、実は音楽関係の名前が全部ついてるんですよね。はい、うちにあるモデルでもブルースとリズムと、そしてオシレーターってなってるんですけど、はい、オシレーターっていうのが、はい、シンセサイザーっていうね、それの音の元の波形を作る部分、それをオシレーターというということらしいです、はい、というわけでこのオシレーターなんですけども、もともとさっき話したリズムという要領がありまして、はい、それをベースにしてるんですけども、ちょっとだけ形を変えています、はい、で、あの最近ですね、特にストリングトリックの世界は、はい、幅が広くなるのが結構トレンドなんですよね。そうですね、はい、でもこれはどっちかっていうと直径寄りの設計になっています。はい、はい、まあ、直径寄りといっても今が幅広というだけで、はい、これが幅が狭いというわけじゃないんですよね。はい、なんでこれ1も3も5も全部いきます。あ、程よいバランスだもんね。そうなんですよね、はい、はい、しかもこれ超長ジェルミンで頑丈というところも歌っておりますので、はいはい、そういったところを踏まえて3と5でもぜひ使ってみてほしいなと思いますね。はい、はい、でこれオシレーターの個人的に好きなポイントっていうのが、はい、僕の中で勝手に潔のいいリムって言ってるんですけど、はい、やっぱりバランスとか追求してすごい細かく細かくね、やっぱ厚みとか調整されるわけですよ、メーカーさんも。そうですね、はい、で結果としてこうなったっていう形なんですけど、これ、はい、あの外側のウェイト、この H プロファイルの外側のこのラウンドの部分ですよね、はい、このラウンドの部分に関して完全にもフラットな一番丸い煙突みたいな形のリムがはまってるわけなんですよね。はい、かなりシンプルなというか、はい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 、バイメタルとしては原点回帰みたいな形のものになってるわけですね。このシンプルな煙リム何がいいかっていうと、うん、中心と外とさらに内側、はいはい、これ全部に程よく重量がかかって動かしやすさっていうところがすごいポイントになるんですよね。はい、アウターになるとやっぱパワーがドンって上がるわけなんですけど、はいはいはい、ハンク選手ってやっぱすごい繊細なコントロールっていうのも一個特徴だと思うんですよ。なるほどなるほど。これあのハンクでして結構マルチタレントというか、うん、1も2も3も結構全部受けてるんですけど、はい、どれ見てもヨーヨーの動かし方柔らかくて丁寧なんですよね。なるほどね。はい、うん、結構そういうのを実現するのだってこのインナーっていうリムの効果は高いのかなと思うんですよ。はい、はい、はい、そういったところやっぱハンクでシグネなんだなっていうのを使い込めばよりまあ馴染んでくるというか、体が理解するそういった感じのようになっていますね。なるほどね。はい、なのでね、こちらオシレーター結構バイメタルの中で今幅広か幅広かもある中、このスペックに関してはど真ん中って言ってんじゃないかなっていうぐらい、かなりストライクゾーンついてきた形になってきているので、はい、ぜひこちらオシレーター体感してみてほしいなと思います。はい、はい、僕もあの朝活でちょっと使ったんですけど、はい、あむちゃくちゃあの動かしやすいです。はい、動かしやすいっていう言い方も、はい、ちょっとやったらすごい動くとか、はい、そういうんじゃなくって、なんか思い通りに動かしてる感がある、はい、動かしててすごいストレスがないみたいな、うん、感じに、まあ、だから使っててすごい楽しいようだなと。そうですね、感じはありますね。はい、ちょっと行き過ぎたとしても勝手に吸収してくれる感じというか、うん、はい、それでなんか手ぶれじゃないですけど、はい、補正機能付きなんみたいな、そういう大会の滑らかさです。すごい快適なヨーヨーっていう感じですね。そうですね、はい、はい、というわけでぜひオシレーターお試しください。はい、よろしくお願いします。